ノアインドアステージ株式会社は、兵庫県姫路市東山524に本京を置く、日本のテニススクールを中心としたスポーツクラブを運営する企業である。テニスインストラクターの養成、派遣、テニスイベントの企画、運営、テニス用品販売、学習塾の経営なども行っている。1900年創業の姫路市のマッチ製造業の老舗であり、 広告用ティッシュペーパーや紙を絞りの生産でも知られる日当社が有給地利用の一環として1980年に姫路テニスクラブとして設立。当初は関西を中心にテニススクールを各地に設けて急成長し、現在では日本最大手のテニススクールとして関西、関東、中国地方を中心に全国9都府県と対に29校を有し、 現在生徒総数は約3万5千人を要する。現在ではすべてのスクールで全天候型の冷暖房完備インドアテニスコートを採用している。それまでのテニススクールはアウトドアが主流であった。現社長である大西正幸は当初日当社のマッチ、ライターなどの営業、反則などを行っていたが、半年後に テニス事業部の責任者が退職し急遽抜擢される。テニス事業運営については何もわからない状態であったが、テニスができた大西は休日である月曜日には、毎週のように大阪、岡山などの有名、テニスクラブなどを利用、見学し通うこと2年、他社の良い点を取り入れるなど研究を重ねる。その後、自らコーチを務める自社での経験の中から、 コートをインドアにする必要性を痛感し、実行したところ、サービス性の高さと相まって好評を呼び、成長の原動力となる。しかし、すべてが順調だったわけではなく、5から6店舗に増え、正社員が60名ほどになった。頃に、6から7名の社員が、一斉にやめ別会社を設立する事態に遭遇する。この時、大西はそれまでの成果主義一辺倒を改め、 従業員との対話を重視し現場の声を組み上げる路線に転換。従業員アンケートを実施、人事評価制度を見直す中で、ノアイズムと言われる求心力を得、社風改革に取り組み、会社を変革させていった。テニススクールのアハット神戸高校した努力が実り、就職すべき、働きがいのある成長企業に送られる賞であるインフォランスが運営する就活アワードにて、 働きがいのある企業、成長性の高い企業の2部門にて受賞を果たした。さらにベストモチベーションカンパニーアワード2012第3位、入賞。経済産業省が主催したおもてなし企業選50社に選出されている。2013年9月、サンリオとの間で人気キャラクターであるハローキティの宣伝や反則への使用のライセンス契約を締結した。これは、 テニススクール業界では初である。インドア、カーペットコートを採用したことが急成長の原動力となった。ノアインドアステージ姫路ノアインドアステージハット、神戸港、ABCDEF のアインドアステージ公式サイト、会社概要日当社会社情報、事業高く変え、テニス学校姫路のマッチ会社、神戸に発行目、朝日新聞、長官、兵庫、 p 2 9マイナスキキクラ2ービジュアルにて閲覧、屋内テニス場 JR が、今週開業武蔵浦和駅近く。朝日新聞、長官、埼玉、p 3 4マイナスキキクラ2ービジュアルにて閲覧 ABCD、バレプレス2013年9月27日14時、テニススクール業界発。ハローキティオ、広告宣伝、反則に起用、ハット ABCDE のアインドアステージ。 HP 会社遠隔、ノアインドアステージ株式会社、大西正幸賢者グローバル、ハット AB 就活アワード2014、兵庫テニスアソシエーション公式サイト、2019年1月30日閲覧。ありがとうございます。